須桜神社は、長野県長野市泉平にある神社。境内の一本桜は、須桜神社の神尾桜として、国の天然記念物に指定されている。泉平集落北側を、都学市バードラインが通る。長野市芋市区泉平集落の中ほど、西方に位置する。裾花渓谷の上部、西南方向を向いた斜面の小さな大地にある。山中にありながらも、 北側の山を背にしており、風当たりは少ない。神社の名称については、古代神々が、各国に戸回り育てるよう命じた桜のうち、この芋井の桜だけが生き残ったので、神様からいただいた一番初めの桜であるから、須桜と呼ぶという言い伝えや、桜のせいが、この桜は、日本の桜の一番祖になる桜だから、須桜と呼ぶと語ったという言い伝えがある。 境内にある江戸悲岸の居住。根回り約9メートル、目通り周囲11.3メートルで、推定樹齢は約1200年。下方より3本の士幹が分かれており、1936年発行の天然記念物調査報告によると、基部の周囲長は、中央のものが5.9メートル、西南のものが約3.9メートル、東南のものが約3.32メートルである。 また、根元からの枝張りは、東に約5.35メートル、西に5.3メートル、南に6.6メートル、北に5.3メートルである。伝承ではスサノオが当地で休んだ時、手にしていた桜の木の杖を池辺に刺したところ、それが大きく成長したものとされる。1935年12月14日付で、日本の天然記念物に指定。先に、 天然記念物に指定されていた山高熊代桜や薄墨桜、伊佐沢の久保桜とは同種にして、これらに匹敵する巨樹である。大正時代の風害で、南側の幹が損傷し、残る2本の幹も、支柱を必要とするほど衰弱していたため、1992年に樹木位を招き、若返りを図っている。須桜神社の神代桜に関するカテゴリー。 ありがとうございます。